はい、まあ大丈夫。あんまり少ないとすぐなくなって。あ、かぼちゃですか。かぼちゃ水をひたひたです。ひたひた要するに煮えればいい。ペーストを作ります。ニンニク2かけぐらい。ニンニク 10g。 んもうテンパリングですか。テンパリングじゃない油で。クミはコーデしかないよ。うん、うちはパウダーない。うん、濃いの作るか薄いの作るかで。あ、2つにした。あ、そこに入れるんだ。煮汁を入れる。いや、煮汁入れてるわけじゃない。近くにあったからやった。ターメリック。シャロットは適当に切る。うん、ミキサーかけちゃうから。あ、ミキサーかけるから、うん、そうそうそう、どうでもいい感じなのか。あ、また水を入れた。ミキサーが回らないから、最低限の水入れないとね。塩入れました。あれ、塩入れない。塩今クミン。クミンは小さじ1です。グリーンチリ入れてもいいし、プラス赤唐辛子入れちゃってもいいし、ちょっと辛いのができる。かぼちゃの甘さがあるから、ちょっと辛めにした方が美味しいんだよね。塩もきつめで、辛さもちょっと強い方が。エリセリがなんだかまだ分かってない。あ、水入れた。かぼちゃのココナッツ入れて簡単できる。あ、そこに入れるんだ。水が多かったら薄めのやつができるし、時間が経つとかぼちゃが水分を吸うので、で崩れてくるかね。あ、いっぱいいっぱいでしょ。2分の1カップです。茹でたやつを2分の1だね。カレーリーク20枚です。完全にね、跳ね終わるので、うん、出来上がる。